皆さんこんにちは、ノルシです。よろしくお願いします。今日はですね、まあちょっとね、いろんな方から質問をいただいてるんですけども、その中でやっぱりね、一番多かったのは SSP って何ですかとかね、よく学名の最後に SSP とか SP とかこうついてるじゃないですか。もうその意味は何ですかということのね、よく質問をねされますんで、今日はね、まあ、よくわかる学名ということで、学名のねお話をしていきたいなというふうに思ってるんですよ。例えば、和名には学名のように規則性はないようです。馬場のように比較的最近発見されたものは学名をそのまま和名にするケースがほとんどです。ただ亜種名を含む学名を命名する際に、学名に自分記載者の名前を入れることはタブーとされているようです。なので水沼哲郎氏が馬場氏に敬意を表し命名したため、亜種名は馬場井となっています。まあそのままですね、馬場もしくは馬場井と呼ばれています。種名や亜種名の最後の井ですが、男性を表すもので何々氏って感じですね。女性の場合は江がつけられます。何々城という感じです。ヘラクレスの亜種が分かりやすいので説明させていただきます。高桑井は永井真嗣氏が高桑正俊氏に敬意を表し命名、リッキーは羅生梅氏が連リッキー氏に敬意を表し命名、森姉妹は永井真嗣氏が森島慶治氏に敬意を表し命名といった感じです。ウエストウッディの亜種カズミアエは永井氏がカズミ城に敬意を表し命名、女性なので最後がエとなりカズミアエとなっています。人の名前が入っている学名は県名といって、命名者が尊敬する方だったり、その分野で実績を残した方の名前をお借りするようです。学名なんですけどもね、学名の方は属名、種小名、亜種、そして記載者、記載年度からなってます。よくねご質問があるね、 SP とか SSP について説明させていただきますと、 SP はねスピーシーズの略、スピーシーズイコール、まあ、種っていうことですね。まあ、種の略、種小名のことを意味しています。でピリオドが最後ついてると思うんですけども、これは単語を略していますっていう意味なんですね。まあ、これはどういうことかっていうと、 SP なんですけども、属名はわかるけど種小名までわからないときに使います。例えばネパールドルクス SP とかね、ドルクス族の何か、ドルクスの幹採集ってことになります。同定不能にあたり身分類だったりして学名がまだ付けられていないものに SP って付けるんですね。 SSP、 これはサブスピーシーズ、つまり亜種になるんですけれども、例えば四角亜型 SSP、 これはサブピーシーズを略しています。種とは少し違う形を持ち、分布も種と異なるものに使われてるんですね。つまり亜種ではまだ断定できない時に使います。
これで SP と SSP のね違いはお分かりになったかなというふうに思いますけれども、ちょっとね黄金鬼でね、こちらのね黄金鬼でね説明していきたいなというふうに思うんですけれども、例えば黄金鬼クワガタ属はアラトパスと付けられてますけれども、これは属名ですね。現在ね2種類が記載されています。一つがローゼンベルグ黄金鬼クワガタですね。ジャワ島の西部に生息する固有種で、学名はアラトパスローゼンベルグ。これはねバーレンホベン氏によって1872年に、記載されてますね。まあ亜種がね報告されてないので、ローゼンベルグに関しては亜種名は現在ありません。2種の2つ目がモーレンカンプ黄金鬼クワガタです。学名はアラトパスモーレンカンピモーレンカンピ。こちらはですねフルストルファー氏によって1894年に記載となっています。4亜種が報告されているんですね。その4亜種のまず一つ目は先ほどもご紹介しましたモーレンカンプ黄金鬼クワガタです。こちらはねスマトラ島に生息する群衆で、別名スマトラ黄金鬼クワガタとも呼ばれています。学名は先ほどもご紹介しましたがアラトパスモーレンカンピモーレンカンピになります。2つ目はですねボルネオ島に生息する種群で亜種となったフルストルファー黄金鬼クワガタです。別名ボルネオ黄金鬼クワガタですね。こちらの学名はアラトパスモーレンカンピフルストルファーイになります。3つ目はマレー半島に生息する種群で亜種となったモサリ黄金鬼クワガタですね。学名の方はアラトパスモーレンカンピモセリイになります。そして4つ目はババ黄金鬼クワガタですね。学名はアラトパスモーレンカンピババイになります。こちらの亜種はミャンマー南部に生息している群種で、亜種として記載になったのが1994年ですね。まあ4亜種の中では一番最後に報告記載された亜種になります。ここからですねちょっとね皆さんに知っといていただきたいのが、こちらはねババ黄金鬼クワガタなんでミャンマーのタニンダーリさんになるんですけれども、こちらなんですよ。こちらちょっとね見にくいかな、わかります？まあね羽化したばっかりなんでねまだね体は茶色いんですよ。これはねタイ産のね黄金鬼クワガタなんですよ。なので実はね亜種までは断定できないっていうふうに私個人も考えてるんですね。まあ明らかにミャンマーとタイでは産地が違うじゃないですか。で見た感じは非常にねババ黄金鬼クワガタに近いんですけど、まあねこれからねもっとね
研究が進めば、まあこのタイ産のね黄金にクワガタがね、ババなのかそれとも違う亜種なのかっていうのがね、今後ね明らかになってくると思うんですよ。なのでまあ現時点ではアラトパス、モーレンガン P、SSP とつけるのがね、まあ一番正しいんじゃないかなっていうふうに思ってます。あれ、ひっくり返っちゃった。なんですよね。で、こちらはね、産地はタイのね、カンチャナプリさんなんですよね。なのでもう少しね、私個人としてもねちょっといろいろ勉強して、今後ねこのタイ産の黄金にクワガタが一体新しい亜種なのか、それともですね、あれあれで、ババ黄金にクワガタなのか、その辺をねしっかりね、確認していきたいなというふうに思ってますけれども、今現在は、まあ、正直ね SSP とつけるのが正しいんじゃないかなというふうに考えています。だってね全然産地が違うじゃないですか。なのでね、果たしてねババと言っていいのかなっていうのはね、ちょっとね疑問に感じるとこなんですよね。でこちらがババ黄金にクワガタですね。なので今後もね自分なりにこの2つの産地のね黄金鬼をちょっとブリードしていろいろね調べてみようかなというふうに考えてます。この動画がねいいなと思われた方はぜひ高評価グッドボタンをよろしくお願いします。それとねチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で、さよなら。ありがとうございました。